YouTube! ナイトナイスということで今日もやっていくんですけど、今日はね、ラム、使っていきたいと思います。で、このラムライダーですね、今カードレベル強化で、自分のね、タワーレベルとね、同じレベルまでね、強化して使えるということでね、いつもね、若干使いやすくなってます。ということでね、個人的ラムライダーが入ってる一番強いデッキですね、を紹介していきたいと思います。ということで行きましょう。よいしょ。で、多分ね、ウルトラレアね、レベルね、結構ね、2とか3ぐらいまではね、上げるのが大変なんですよ。で、4に上げるのが10枚必要で、若干難しくて、で4から5、あ、4からってあれか、そっか、これ前の表示だな。そうだから、まあ4段階目ですね。そこが一番やっぱ20枚集めるっていうのがね、結構ねバチバチに難しいと思うんですよね。そうなんで、まあでも逆に言うとね、最初の方は結構簡単かなって思いますね。よいしょ。でこうやって感じでやっていって、はい、エリキですね。エリキ、まあ、ここはちょっとオッケー。5を打たれたんで、ここは、5ディガー、アイスウィズ、メガゴってことは、ロイジャイっぽい顔ですね、これは、結構。で、ここは、迷うが。オッケー。はい。で、おー、結構頑張った。これケツラムですね。ケツラムして、これ多分メガゴとウッドとかで多分抑えに来ると思うんですよね。なんでここは、ポイズンっていきます。パーメガゴ来ると思うんですよね。これ、来たが、これはただいえ、オッケー、センキュー。そしてここは、なるほど、スパーンってやっていき、オッケー、いいよ。はい。で、ここで、多分ね、ロイジャイだと思うんですよ、本当に。で、多分クエ、あ、でも5あったわ。5あったから、クエイクではない。おっと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 、一発、センキュー。入ってないですね。とりあえず、ここを出していき、ロイジャイ来たら逆サイドラム。はい。ロイジャイってことがね、分かってるのがね、強いですね。俺の強いところ、第一です。はい。で、ここで、エレキを出していき、で、このね、インドラがね、相手からしたらね、土着石灰なんですよね。なんでかっていうとね、メガゴとか、ディガーとか、タルババしかいないんで、まず細かいカードはないんですよ、相手は。そう、なんでね、インドラに対して単体で勝てるカードがないんですね。だから言ったら頑張ればインドラだけで守れちゃうって感じなんですけどね。まあ、ファイボと組み合わされると若干厄介なんですけど、こっちにインドラ展開すると多分相手はね、こっちにロイジャー、はい、来るんで、こうやることですね、こうやることによって、なるほど。ここは難しいので、バンと。まあ、本当はエレキとかはね、ぶち込みたかったんですけど、よいしょ。ちょっとここはね、一回、許容しながら。やばい。ふむ。なるほどね。ファイバーが、若干厄介ですが、ここはね、どうしようかな。オッケー、オッケー、サッカー。とりあえずこれで、ロイジャイ切ってから2枚。ここで2枚、これで2枚か。で、あと2枚ですね。ってことは、ロイジャイまで。なんで、これ、ケツメがないとしていき、形を組んでいきます。ここはね、相手はメガゴとかで、プラス、削りたいと思うんですけど。で、ここは、まだあれまで。こいつにファイブを使ったら、と思ったけどね。これ裏拾いたい。オッケー、センキュー。これはでかい。だからあれを壊したら、オッケー、来た。これで壊した後のラムですよ。これがめちゃくちゃ強いんですよね。これ絶対ファイブ咲くんで、相手はね。で、これでアイスビーズをね、延命したいと思うんでね。これポイズンいきます。あ、これ何なら目が来る。いけ、スパーン。おー、また。いけ。ですね。ここはインドラですね。先に。もうあとは、前かな。よし。OK。これはもうあとは、まあ、しまいにロイ出すしかないので、これで GG という感じですね。まあ、こういう感じで防衛からのね、攻撃、これを組み合わせて、まあ、キュッキュッキュッとね、いう感じで、組み合わせてね、ラムを出してあげると、結構、その、守りついでにカウンターができるんですね。うん。まあ、防衛ホグの強化版みたいな感じなんですけど。説明雑なんですけど。まあ、本当にそんな感じで、なんか守りながら、ユニット止めながらね、いけるんですね。うん。なんで、バルーンとかね、まあ、ロイジェイとかね、結構こういう感じで止めながらいけるんで強いですね。まあ、初期のラムライダーね、これ完全停止だったんですよ。マジで強かったですね、本当に、あの時は。
とりあえずこれは延命したい、さすがに延命したいので、ファーン、なんか来るか、オッケーオッケー。これ体育はね、やっぱね、潰しておかなきゃダメなんですよね。潰しておかななって感じなんで、あー、これ有能追加してもよかったな、有能追加してもよかったけど、まあもう落ち着きましょう。トルネ、なんだろうな、これデッキがわからんな、デッキがわからんが、まあトルネ使ったんで、とりあえずラムぶち込んどきますか。あ、まあいいや、ケツラムでいいや、これ。うん、ああ、なるほど。まあこうなるとロイ、いやでもロイにトルネ入れるかなって感じですけど、ロイか、まあ、ワンチャンのゴレですね。ゴレはある。ゴレオーブンたまにやってる人いるんで、ゴレオーブンワンチャンありますね。となると、ここは空切って、で、トルネ、あ、なんか落ちたな。やばい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 。ちょっと止めてこよう。あ、危ない危ない危ない。なんですけど、とりあえず、さて、さて、さてと。これはまあ、しまいですね。うっ、ピシー、まさかのライトニング来た。まさかのライトニング来たんですけど、ここはまあ、これ、来ないかな、目が起きた。オッケー。いけ、飛べやー。これワンチャントルネで多分起動されると思うんで、これ U の追加していきます。しかも、されない。しかも、U のありがとうございます。で、な、とりあえずこれは、ゴレかな、ゴレなのかな。でもライトニングだとまだ分かんないな。ゴレ来てもロイ来てもおかしくないですね。ゴレ8割ロイ2割ですね。なんでもうこれはインドラ、インドラでしばき上げていきます。これ多分インドに対してライトニング来ると思うので、一旦ケツから展開しますね。 OK、 うんでしょうね。なんでこれ逆に強い、逆に強いぞこの展開は。おしょ、おし、いけ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 。でこれ多分あれが来ますね、オーブンが来る。こいつはぶっ飛ばしておきたい。バーン、オッケー。お、おや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 、何か飛んできたようだ、何か飛んできましたね。オッケーオッケー。これでこいつ後ろから出していき、おっと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 、そんなやつが来るとは。でこれ多分ライトニング来るんで、はいはいはい、先に飛ばしちゃいます。でこれ多分オーブン来るんで、はい、U の追加して、でここでバルキリーかメガオが来る。オッケー、よいしょー、グッドゲーム、キュッキュッキュッっていう感じでね、はい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 、どんどんね吹き上がっていきます。吹き上がれということで、ね、はいはいはい、まあ、結構いいっすね。やっぱね、このね、勝ち終わった後にね、あのトロフィー吹けるのがね、いい何がいいかってね。とりあえずここはユーノとかですね。まあ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 、ここまではまあペッカとかと同じですね。ユーノとか出していって、ええ感じに、ええ感じにね、仕上げていきたいと思います。とりあえずこうユーノ出して、まあおしゃれなね、ここら辺にねエレキとか出してきて、超おしゃれな駅とか通しちゃおうかなとか思いつつ、ん、待って、これあれだ、トルネのやつだ、トルネのやつ、ちょっと待って、これインドラつけて、なんか来るぞこれ。オッケー、許さんからな、絶対俺は。いやーでもこれ許されそう、許してしまいそう俺は。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、これは良くない、これは良くない、頼むからもっとダメージ入れて、頼む。あと5発ぐらい殴ってほしかった、さすがにあと5発はいってほしかったな。一発じゃ割に合わねえんだよな、3分の1で起動されたらしびーな、しびしびのしびですねこれは。ただ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 、まあ、トルネから切ってるんで、これはね、まだね、テクト回ってないと思うんですよ。オッケー、ババゴヤ？ババゴヤ取るね。待て待て待て、落ち着け落ち着け。ババゴヤ取るねか。ババゴヤ取るねだったら、まあ、インドラ出すでしょ、とりあえず。ババゴヤ、ナイトにトルネがついてたんで、お、めっちゃ洗濯機回ってる。めっちゃ洗濯機回ってる。うちの洗濯機ね、最近ね、その、変えたんですけど、めっちゃ高いの買ったんですよ、そう。でもね、本当にね、なんかラットとかも昨日動画で言ってたんですけど、あのね、あれなんですよ。本当にね、洗濯物干すのがマジでめんどくせえんですよ。本当に。本当にめんどくさくて、だから俺はもうね、高い金払っちゃってもいいから、変えちゃおうかなと思って変えちゃったんですけど、よいしょ。なんですけどね、本当にね、便利ですね。やっぱりね、便利。
あの洗濯も干さなくていいのがね、やっぱね、乾燥機付きのドラム式のね、洗濯機とかにするとね、めちゃくちゃいいんですよ。洗わなくていいんで、洗ってるんだ。干さなくていいんで、あの、干すっていうね、もう世界一無駄なね、もう世界一無駄な時間がなくなるんですよね。あれがね、マジでいい。もう干すのはほんと無駄だからね。皆さんやめてくださいよ、ほんとに。一人暮らししたら干すのとか。ほんとにやめてほしい。とりあえずこれ、バーンしてあげて、バーンされた俺嫌な一回とか言ってね。はい、やっていくんですけど、とりあえずこれはね、おっとっとっと、これはババコヤじゃないと止まりませんぞ、止まりませんぞ、うーんって感じでね。はい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 。とりあえずここは、オッケーオッケー、ババコヤここまで行けたのはあっちいっすね、あっち。ただここはね、ポイズン使いません。俺クラスになってくると。で、ここは右ですね。右側をタルババとかで許容せずに、メガネとスコーンしていきます。スコーン。はい。スコーンしてあげて、ここはね、またババ小屋を引き出したいんですね、ここで。で、なんで、ババ小屋を引き出した後に、つって、これですね。まあ、ポイズンしかないんで、このインドラがめんどくせえんですよ、相手からしたら。めちゃくちゃめんどくさいんですね。これめんどくさいんで、で、これポイズンで削っていきます。バシコーン。で、これアイスイーズ来ると思うんで、はい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 。まあ、とりあえず大丈夫でしょう。ワンチャンポイズン切った後なんで、ベビドラ、はじめベビドラからのスキラが来るかな？オッケー、そっちだったら美味しいですね。スパーン、これ踏んであげて、オッケー。愛媛県民のね、あげて、オッケーオッケー。とりあえずこれで、オッケーいいですよ。ここラムぶち込みまーす。ラムいきまーす。で、これ頭に、はねはねと申しまーすって感じでね、頭にね、ぶち込んであげて、オッケーオッケー、いいよ、はねはねと申しちゃう感じで、とりあえずここはいいですね。これ取りそうなんでぶち込みます、申します、オッケー。これはとりあえずまた後ろからやって、相手の出してきたユニットに対してポイズン打っていく感じです。はい。で、これはもう打っちゃっていいですね、申します、打ちますと申しますね。これはとりあえずここは、U の出していき、よいしょ。もうね、あのね、端前のユニットをね、潰してあげることがね、一番大事なんですよ。一番大事って言うとね、千鳥がボケ出すんでね。これわかるかな？俺、千鳥めっちゃ好きなんですよ。千鳥めっちゃ好きなんで、多分ね、今のはね、ちょっと千鳥好きの人にしかね、伝わらないかなと思うんですけど、まあ、俺、あっちも見えてますよと、アピールしていきながらね。キュッキュッキュッと。はい、いうことでね。ありがとうございます。はいはい。まあまあ、こんな感じでね、メガナイトラムね、ちょっとやってあげればね、勝てるんでね、ぜひ使ってみてください。ってことでね、ラムライダー強化イベント来てるんですけど、ラムライダーが入ってきてね、結構ね、ヒーラーとか、ダグネンとか、あとね、まあ、ケンズが使ってるやつもそうなんですけどね、ウルタリアが多くなっちゃうんですね。そう、なんでウルタリア持ってねえよーとか、レベル低いよーって人はね、使わない方がいいかもしれないんですけど、割とね、でも持っていれば、言うて、そのレベル1で、レベル9まであるじゃないですか、普通のね。そう。1枚持ってるだけでレベル9なんで、結構ね、レベル10ぐらいまではね、使いやすいと思うんですよね。うん。なんでね、結構このデッキおすすめします。まあね、広範囲のカードもあるし、単体に強いね、インドラとか、あとラムでね、ポッてね、止めてね、ホグとかにもメガナイトとラム、雪玉ってね、結構強いデッキになってるんで、万能に戦います。すべてに勝てるデッキ。と言ったら、ちょっとね、語弊があるかもしれないですけど、まあね、あちあちのデッキなので皆さん使ってみてください。ということで今日はこの辺で終わります。またね、毎日ね、動画投稿してるので、もしよければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで終わります。バイバーイ。